My name is Stijn de Volder. For the moment it's Vacant Soleil DCM cycling team.正確には覚えてないけど、自転車に初めて乗ったのは3、4歳の頃かな。そして、ロードレースを始めたのは14歳の時。若いカテゴリーからアマチュアチームを経て、プロの選手になりました。選手になるための王道を進んだ感じです。もうすでに僕の人生の半分以上をサイクリストとして過ごしていますよ。ヨハンは僕にとって憧れの人だったよ。そんな彼とプロになって1、2年目の頃、同じレースを走ることになったんだ。その時、彼がしていたことは僕のロードレース人生に大きな影響を与えていると思うよ。プロになって3年目にランス・アームストロングの率いる US ポスタルに移籍したんだ。後のチームディスカバリーだね。当時世界で一番強いチームだったことはプレッシャーとともに大きなやりがいを感じたよ。チーム全員がそれぞれの仕事を与えられていて、それを完璧にこなさなくてはいけない。全てにおいてプロフェッショナルなチームだったね。本当に特別な経験だったよ。今は誰もトレーニングコーチはついていません。アマチュア時代は2、3人のコーチがトレーニングの基本、方法を教えてくれたので、今もそれを実行し続けています。自分自身の体のことは僕自身が一番よく知っているし、何をすればいいか分かっている。それもプロであるってことの一つなんだ。多くの優れた選手たちが若いカテゴリーから上のクラスへと上がっていく。成長する上できちんとしたシステムが構築されていると思うよ。スプリンターを見ても若い選手が育っていくのが分かるし、ベルギーはとってもいい方向に向かっているよ。ベルギーでは毎週どこかの街でロードレースが行われている。特にアマチュアのカテゴリーではその数も多く、週に3回から5回。レース当日エントリーが可能なものから、チーム単位で出場しなければいけない規模の大きな大会まで開催されている。この日行われたレースには、フランス、オランダなどのヨーロッパ勢をはじめ、ニュージーランド、日本など世界各国から総勢80名が参加していた。車1台しか通れないような細い道、テクニカルなコーナー、石畳と、ベルギーのレースでは選手のバイクコントロールテクニックが試されるようなコースが多い。ハイスピードで展開される実戦のレースにはロードレースの全てが詰まっている。選手たちはここで多くのことを学び成長していくのである。こうしたアマチュア規模の大会は地元の有志たちによって支えられている。中には町のレストランや商店が優勝賞金を用意するといったことも。自転車を愛する人によってロードレースという文化が成り立っているんだ。キッズからジュニア、アマチュアといったピラミッド型の育成システムが成り立つベルギー。
多くの経験が積み重なってプロの選手が輩出されているのである。